ホンダ RA106 は、ホンダが2006年の F1 世界選手権に投入したフォーミュラ1カーである、ジェフ・ウィリスが設計した。参戦ドライバーは、ルーベン・スバリチェロとジェンソン・バトン。ホンダが BAR の全株式を取得たことで、シ,ャシー名柄と形番が改められ、RA という呼び名が復活した。コンストラクターホンダとしては、会一大一活動最後の r a 三百に。 以来の実践用マシンである RA106 の発表会は2006年1月25日にスペインバルセロナのカタロニアサーキットで行われた。ジェフ・ウィリスの設計ではサイドポットコーに複雑なフィンを重ねる空力パッケージを特徴にしていたが RA106 ではチムニーダクトを排熱に利用するデザインに変更された。またフロントサスペンションも一般的であった。 シングルキール式からゼロキール式に変更された。現在はツインリンク、モテギウチにあるホンダコレクションホール22号車が1台、胴体保存されており、イベントなどで走行したりしている。シーズンだがバトンがコースタートを切り、第3戦オーストラリア GP では予選でバトンがポールポジションを獲得する。しかしタイヤが思うように温まらずにセーフティーカー走行後の ローリングスタートで後続に追い抜かれ、チェッカー直前でエンジンブローをしてしまった。ここから不調に陥り、どちらかは入賞するものの、上与争えない展開が続く。序盤のバトンの構想は、気候や他チームの出遅れに助けられたものであった。前半戦の成績不振から脱出するため、ホンダは中本周平をシニアテクニカルディレクターに任命。第12戦ドイツ GP 頃から、 マシンの調子が上がり始め、続く第13戦ハンガリー GP では上位勢の脱落も味方して、バトンが F1 初優勝を達成。ホンダも1967年イタリア GP 以来となるコンストラクター3勝目を獲得した。バトンの終盤6戦の獲得ポイントは、この年の王者フェルナンド・アロンソやミハエル・シューマッハよりも多かった。2006年のアメリカ GP で、 インディアナポリスを走行する RA1062006 年最終戦のブラジル GP でインテルラゴスを走行する RA106。この GP でバットのスポンサードが終了するため特別カラーリングが施された。ありがとうございます。